セカンドストリートです。どうぞご覧ください。本日は久々の企画でございます。はい、自由で1万円コーデ。イエーイ、久々自由で1万円買ってきましたね。確かに、てかもう自由安すぎて1万円いかなかったよね、普通に。あ、まあ1万円でなんか購入できたって感じ。1万円内コーデね。今回はサマーコーデですねになるかな。私ちょっと春サマーだね。春サマー、もう春終わる。私は結構半袖が嫌いなの。そうだよね、なんか羽織物をしたい人なんで。なるほど。じゃあゆうきさんからいきましょうよ。私からいきますか。うん、私はですね、はい、オールホワイトに差し色で1個入れるみたいな。ということで、まず靴から。靴もちょっと白にしましたので、サンダルっていうのかな。サンダルだね。はい、白のサンダル。ボリュームソールシャワーサンダル、こちらがですね、お値段1990円。安い。安いよね、これ普通に使えると思う。コンビニとか行くとかいうのもね、サクッといいじゃん。ゆうきが靴行ったから、じゃあ靴はもう靴行こうかな。たたーん。クリーンキャンバススニーカー 27cm。 合わせやすいね、何でも合いそう。サンダルでもいいかなと思ったんだけど、うん、夏でサンダル選びがちじゃん、達也って。確かに確かに、履いてるイメージ。ちょっとやめたの。みんな新しい達也が見れるよ今日は。挑戦なのね。挑戦をした日。全体的にそうなんだ。挑戦の2022サマー楽しい。2022、もうなんかタイムスリップしてもらうから。挑戦の2021サマー水達也浜崎。なるほどね。これが1990円。厚み。確かに。でも2人とも白だね。うん、珍しいこのタイプ。次、下から攻めていこうかな。そうだね、私はね。ズボンいきます。はい、はい、パンツ、これハイウエストストレートジーンズ。はいはいはい、このちょっとこれもオフホワイトな感じの白です、ね、オフホワイト勇気だね。はい、オフホワイト勇気だよ。2990円。こちら XL でございますけども、これレディースなので XL なんですよ。あ、レディースなんだね。これレディースです。これというかめちゃめちゃ多分合わせやすいから本当におすすめだと思う。困るんだけど、白のパンツを選ぶのって勇気いるのよ、私からしたら。本当、これなんかおしゃれな人がやるやつだわ。意外とでもめっちゃ何でも合うから本当におすすめよ。白のパンツ選びづらい、私はね。でも特にすごいよ、逆に合うと思うよ、色濃い人の方が。白、白がほら膨張色だからさ、やかましいんだけど。ゆうきさんとかさ、何なのあの女。やかましいわ。パワハラだよそれ。ハラスメントだからそれ。カラーハラスメントだからそれ。カラーハラスメント。カラハラですね。失礼いたしました。ちょっと夏ってジーンズちょっと暑いなって思うじゃん、うん、本当はスラックスが良かったんだけど、これまあ仕方なくこれって感じ。はい、仕方なくゆうきさんはこれ、ね、もっといいの用意してくださってね、ジュニアさんに。そうね、でもこれも本当におすすめなの、何でも合うから。びっくりした、だからコスメまで売ってたわよ。あ、そう、GU コスメね。ね、やり始めた。こんなのまでやりやがってね、と思って。じゃあ次行きたいと思います。だったらハイアンクルソックス。あ、かわいい。なんかこれぐらいの丈がいいじゃん、ここって、うんうん、ちょうどよくない。これよりも長いのしかなかったのよ。で、これとオレンジもあったんだけども、結局やっぱり服に合わせるじゃない、うん、なので青にして、うん、かわいいでしょ。はい、これが290円ぐらいですね。はい、次いきます。はい、まあインナーですね。インナーもう白。ルーズフィット T、 こちらの L サイズ、うん、こちらがお値段は990円。うん、安い。これは、まあ、特にあんまり言うことはないです。それは同意。これはあんまり言うことはないですね。続きまして、はい、私もう終わっちゃうよ。私もう終わっちゃうよって、上か下ない。あるある。あるある。じゃじゃん、ルーズフィット T シャツ、これが1690円。あ、可愛いかなの感じ。そう、タイダイにしたら、やっぱ2021っていうか夏ってタイダイ流行るじゃん。うん、タイダイはちょっと入れとこうと思ったの。いいいいいい。このサイズで M サイズなんですか。なんかオーバーサイズなんだ。そう、オーバーサイズ言ったらタイプ。そう、でももっと大きくてもいいかなと思ったんだけど、まあ楽しみに。はい、次。私はで、ここで差し色ですよ。あ、やっと色が来るね。うん、ここでちょっと黒とかやめてんだ、差し色黒とか。夏っぽい。でも私もこれ一個挑戦かも、これ、うん、これ
あー、私これが入ってたの見たもん。ほんと挑戦じゃないこの色。ぶっちゃけ私もこれ選ぼうと思ったの。あ、そうなんだ。セットアップで。あ、そうね、これセットアップで今福士蒼汰くんがあのモデルやってるよね。なんかパリピだね。今のところパリピだよ。今のところパリピ。これで一気にパリピになったね。でしょでしょ。だからちょっと私の挑戦の夏。あ、そうだ、1990円。1990円、安いね。アウターちゃアウターなわけじゃん。それが1990円、安いわ。はい、いきます。次じゃあデニムっぽい感じのパンツ。ちょっとデニムショップで。ほら目がチカチカしない。さあ、チカ、なんか形がちょっと横に広がってるね。これね、私普段だったら S サイズを選ぶ。私今回 M サイズをわざとやって、ちょっと僕なんかちょっと可愛い感じにしようと思って。これに合わせるのが、あ、先行く。あ、まあ、行っちゃうわ、もう一緒だから。はい、まあ私はもうセットアップで行こうと思って、これとこれで。ズボンが1290円、こっちが1990円かな。はい、で合わせて7260円でした。全部買ってワンコーデ7000円ちょっとってね、すごいよね。私最後、はい、これなんかさ、合うか合わないかもう分かんないすぎて試着もしてないから、靴下なんだけど、靴下もだから色入れていこうと思って、靴下コーナー行ったのよ。私は本当に長めの靴下が良かったの。でもちょっと濃いじゃんこれだと。そうね、これだと濃いじゃん。で一応なんか無駄遣いじゃ無駄遣いなんだけど、あの自由さに伝えたくて、この色のこれ出してくれ。この色のこれ出してくれると思って2個買った。これだとちょっと合うじゃない。すっごいその勇気めちゃくちゃ分かるのが、私もともとこれ全く違う感じを選ぼうと思ってて、でもいつもの達也になっちゃうし、これにこれを合わせようと思うと色が若干違ったりとか同系なのに、ちょっと合わない色になっちゃったりとかしたりして、結局だから私はもうこれでもうこっちで攻めようと思って。なるほどね。うん、だから私ここだけの話、ちょっとズルしようと思って、あの私新宿の GU にいたのよ。行ったじゃん。でだからユニクロも見たもん、靴下だけ。ユニクロのなんかハイソックスのこういう色ないかなと思ってユニクロ見に行ったけどなかった。それがてめえのやり方か。でもなかったから結果ちゃんと GU ですから。で、着替えましょう。着替えましょう。あ、で、僕の合計が、そうですね、この靴下がですね、1個が390円、1個が290円で、合計8150円。うん。です。レッツファッションリスタ。はい、着替えましょう。着替えましょう、着替えましょう。さいや、いいよね、セットアップいいね。うん、上のはユーテーラーお揃いみたいな感じだもんね。あ、ここのね、ここはね。あ、そうだね、同じ形のやつというか、こっち系になっちゃうよね。なっちゃうね。でもすごいな、気に入った。いい感じ。私多分これ何回か多分これさせて多分着ると思うよ。うん、普通に可愛いもんね。うん、使える、うん、使えるものを確かに買ってるんですけど。そうですよね。はい、でも全然、だってこれちょっと明日もこの服にするね。はい、皆さんぜひぜひね、あの1万円持っていかなければなんと、あのお釣りが返ってきますからね。本当だよね。あのアプリ会員をしてアプリでね、やると、案件みたいな。案件じゃないからね、これ。アプリ会員とか言い始めたら、もう案件っぽいからな。うん、でアプリ会員、皆さん、ぜひぜひしていただければ、アプリ会員価格で買えるそうなので、はい、皆さん、ぜひぜひね、GU の、ビッグロッテに、皆さん、ぜひぜひ行ってみてください。はい、行ってみてください。はい、案件風の動画でした。案件じゃないからね、皆さんね。GU さん、後でお金請求します。はい、案件ください、GU さん。まったねー。バイバーイ。うん、どういうこと？
わかんない。